もぐもぐもぐ。ズルズルズルー。え？マリサ、ちょっと臭いんだけど。一体何食べてるの？ニンニクマシマシラーメンだぜ。それからニンニクマシマシ餃子と、丸ごとホイル焼きもたくさんあるぜ。霊夢も食べるか？いやいや、朝からニンニク。確かにニンニクマシマシは美味しいけど、あたり一面ニンニクの香りじゃない。それは、なんか知らないけど体にいいってテレビで言ってたからだぜ。明日もマシマシだぜ。はぁ、おバカマリサ。それじゃあ、今回は、毎日ニンニクを食べた結果がヤバい、を紹介しようかしら。え？ヤバいのか？よろしく頼むぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。このチャンネルは他にも食品系の知ってよかったと思える知識を紹介していますので、もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。それじゃあ、真相に行く前にまずはニンニクの素晴らしさについて語ろうかしら。おう、私も語れる自信あるぜ。あら、随分と自信満々じゃない。マリサはニンニクがどんな効能があるか知ってるのかしら？知ってるぜ。臭い、うまい、白いだろ？うん、違うわ。マリサに聞いたのがダメだったようね。え？それじゃあ、他にどんな効能があるんだ？実はニンニクには疲労回復、免疫力アップや美肌作用、風邪予防、がん予防、冷え性改善など、たくさんの働きをする成分が含まれているのよ。そうなのか。さすがニンニクだぜ。あのニンニクの独特な香りも、実は良い効能をもたらしてくれるのよ。どんな効能なんだ？マリサはさっきニンニクマシマシラーメン食べてたけど、体熱くない？言われてみればなんだかポカポカするぜ。実はニンニクの香りにはアリシンという成分が入っていて嗅いだだけでも、じわじわと体温が上昇し、食べた直後から血流や代謝がアップするのよね。すごっ。また血液がサラサラになり血糖値や血圧改善が期待できるのよ。血液サラサラなんて健康そのものだぜ。さらに風邪の原因になる菌を殺す強力な抗菌作用も持っていて、再化防止作用によるがんの予防、体の免疫力を高める効果もあると言われているみたいね。やっぱりニンニクはすごいな。ちなみにアリーンという物質はニンニクをすりおろしたり切ったりして、傷つけることで、酵素と反応し、アリシン、に変化するのよ。よし、明日もニンニクマシマシで行くぜ。あらあらマリサ。あんまりニンニクを摂取しすぎると大変なことになるわよ。まさか、こんなにたくさん良い効能だらけなのに、大変なことになんてなるわけないぜ。それじゃあ次の話をしようかしら。ニンニクは毎日たくさん食べるのが一番いいんだぜ。食べすぎて大変なことになるなんてありえないぜ。自信満々に言ってるけど、マリサ。危ないわよ。さっき説明したアリシン、覚えてるかしら？ああ、香りに入ってるポカポカ成分だよな。そうそう、実はニンニクのホイル焼きとか丸ごと調理する場合アリシンに変化しないで、アリーンのまま摂取することになるのよ。確か、ニンニクに傷をつけないと変化しないんだっけ？アリーンのまま摂取したらどうなるんだ？もし、大量に体内へ吸収されたら血中のヘモグロビンが減少して、赤血球を破壊してしまうのよ。やばいぜ。これによって血圧低下、貧血、めまい、嘔吐といった症状を引き起こす原因にもなるみたいね。そうなのか。それからまだまだあるのよ。殺菌作用の強い、アリシンは、腸内の悪玉菌だけでなく善玉菌まで殺してしまうのよ。なんだって？それで、どうなってしまうんだ？善玉菌がいなくなると腸内環境が悪化してしまうのよ。それに伴って腹痛や下痢、便秘などを引き起こす恐れがあるの。腸内環境が悪くなるのか。完全に逆だと思ってたぜ。刺激の強い成分でもあるから食べ過ぎると胃の粘膜や胃壁を荒らすこともあるし、腸からの栄養素の吸収が妨げられてビタミン不足になったり、口や皮膚の炎症を引き起こしたりするから食べ過ぎには注意が必要よ。なるほどな。食べ過ぎると本当に大変なことになるんだな。でも、食べ過ぎって、どのくらいが食べ過ぎになるんだ？まあ、マリサみたいに毎食ニンニクマシマシは完全に食べ過ぎよ。まあそうだよな。基準の話をすると、1日摂取の目安は加熱した場合で日当たり4片、20g 程度ね。ちなみに過剰摂取の基準は10片以上、50g 以上となっているわ。1日4片か。1玉6、7片入ってるから半分ちょっと食べれるんだな。そういうことね。ちなみに個人差はあるから、一般的に言われている基準ってことで覚えていてね。なあ、霊夢。私、完全に食べ過ぎてしまったんだけど、どうすればいいんだ？あらあら、マリサ落ち着いて、実は食べ過ぎてしまった時の対処法があるのよ。対処法だって？早く教えてくれ。わかったわかった、いつになく必死ね。対処法はお水を飲むことよ。そんな簡単なことでいいのか？解毒剤とか必要ないのか？ニンニクは毒じゃないんだからそんなもの必要ないわよ。
アリシンは水溶性の成分なの。だから水分を取ることで体から排出しやすくなるってわけよ。なるほどだぜ。胃腸への刺激を考えたら白湯を飲むのがおすすめね。それから善玉菌を守るために乳酸菌を多く含むヨーグルトや納豆、味噌などの発酵食品も一緒に摂るといいと思うわ。よし、それじゃあ今から白湯を飲んで発酵食品を食べるぜ。まあ、それもいいんだけど、マリサは体に負担のかからない食べ方をした方がいいわね。どんな食べ方なんだ？まずは空腹時にいきなりニンニクを食べないことよ。なんだって？さっき腹ペコの状態で食べてたぜ。それだと胃の粘膜にダイレクトに刺激が加わって胃腸が荒れやすくなってしまうのよ。他の食べ物や飲み物を食べた後に食べるよう心がけたらいいわね。わかったぜ。次にタンパク質を多く含む食品と食べ合わせることよ。タンパク質か、肉や魚だろ。そうね、乳製品や豆製品なんかもおすすめね。アリシンはタンパク質と結合する性質があるのよ。そんな性質があるんだな。一緒に食べることで胃腸への刺激を弱めてくれるから、マリサも食べるときに気をつけたらいいわ。わかったぜ。逆に良くない食べ方とかも存在するのか？ええ、もちろんあるわ。さっきも説明したんだけど、傷をつけないとアリンはアリシンに変化しないのよ。ああ、そうだったぜ。だからニンニクのホイル焼きや醤油漬けなど丸ごと調理されているものは、やっぱりあまり良くない食べ方になるのよ。でもどっちもうまいし、ついつい食べすぎちゃうんだよな。そんなマリサは、あらかじめ適量分を用意するといいわよ。なるほどな、確かにそれだと適量で終われるぜ。それから生で食べるよりも加熱して食べることがおすすめだわ。それにしてもニンニクって食べすぎたら体に悪影響を及ぼすことがあるんだな。聞いといてよかったぜ。この話しなかったらきっとマリサは明日もマシマシ食べていたわね。でも勘違いしてほしくないんだけど、ニンニクって適量を摂取すれば、スーパーフードと言われるくらい体にいいのよ。なるほどな。何事もほどほどが一番だぜ。そうね、マリサは何でもやりすぎなのがたまに傷よね。よし、それじゃあ、これからは適量を摂取するぜ。明日の朝はニンニクをすりおろすことから始めるぜ。ちょっと待って、朝からニンニクすりおろすの？スメルハラスメントじゃない。まったく困ったマリサだわ。みんなもニンニクの美味しい料理を知ってたら教えてほしいぜ。ニンニク豆知識なんかもあったら知りたいわ。それじゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。